どうも、翔平です。毎回グダグダで申し訳ない。またアランウェイク続きやっていきたいと思います。音が何もない。大丈夫か？大丈夫なのか、これで。よし、じゃあやっていきます。コールドロンレイクへ向かう。これも看板はね、本物中いい感じですね。あれはよくわかんないけど、ここ、あ、ここ行けそうだね。こう行けたのね。こんな乗れる車がいっぱいあっていいね。なんかあれ？こっちじゃないの？原稿が張り付いてる車に。サラとバリー照らされた部屋にて。バリーにはサラを撃つ気など毛頭ないし、サラもそれは承知して。なるほど。ウェイクが行ってしまうと、バリーは銃を捨て、眩しさを遮るように顔を手で覆い、はいはい、座り込んだ。あいつにはもう二度と会えない気がする。弱々しくつぶやくバリーに、サラは返すことは、おそらくバリーの言う通りだろう。おそらくバリーの言う通りだろう。なるほど。じゃあ今度はあの全員がやった仕事をウェイクが引き継ぐってこと？奥さん助けて、奥さん助けて、自分が眠る。あらららら、ごめんなさい。よいしょ。ちょっともう歩いてけって話これ。多分そんな香りがプンプンするわ。やめ。もう歩いた方が速そう。よいしょ。コールドロンレイクへ向かうって言ってもさ、これどうすればいいの？よいしょ。フェンスゲートで覆われてるんだけど、これこっからなんか行けるとかそういう系？ジャンプして。お、行けた。なるほど。またコヒューって聞こえるから、そうだよね。黄色いマークあるよね。よいしょ。うわぁ、なんか、すっごい怖い、怖い香りがプンプンするんだけど。大丈夫？はいはい、いらっしゃいませ。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 よいしょ。で、もう敵いないよね。一人だよね。オッケー。よいしょ。オッケー。はい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 。開ける。先行手榴弾を取る。発煙筒を取る。いいねー。やっと手に入ってきたよ。コーヒーポットとか全然集まってないからね。まだあと30本ぐらいあるみたいだよね。まあコンプするつもりは、ま、問答なかったんで。え、赤い缶があるってことはだよ。ちょっとまだ敵がいそうで、すごい怖いんだけど。びっくりした。ああ、ちょっとこっそりついてくんのやめ。終わりね。よし。ライフルの方がいいんじゃないかな、これ。オッケー。なんか赤いやつがいっぱいあるからね。なんか戦闘が続きそうな気がするんだけど。ん？コーヒーポット？はいはいはい。で、もうないのかな。あ、いった。ちょっと上も一応見ときますか。これは何、これ、使う。なんか下からも来そうな気がするんだけど。すごい、上から、下から来る。ふう。え、
なんか歩いてる音が聞こえるんだけど。なんかね、あれ壊すと、やっぱり。ちょっと待ってね。あれ？絶対下歩いてるでしょ、誰か。ほら。あ、いった！すげえな、お前。お前、なかなかやるな。よいしょ。よいしょ。あ、いいよ。これは何を使ったの？私は。よくわからないんだけど。フレアガンを取る。いいね。先行手榴弾。先行手榴弾、さっき全部使っちゃったからね。ポルターガイスト戦で。これをね、崩すと、あっ！何やってんだ、俺。超もったいね。やっちまったーってやつ？やっちまったよ、フレアガン。ここは見た？特にない。よし。じゃあ行きます。セールって書いてあるけど、ここ、お、なんかあんなとこから遠くの方から来るよ。音鳴るの遅くない？後ろは大丈夫？ほう！ほう！避ける？ほう！さあ。よいしょ。オッケー。ふう、戦闘が多いでんな、やはり。なかなかコールドロンレイクに行かせてくれないというね。見た方がいいのかな。黄色いマークがあったりすると寄り道するんだけど。なになになに、出たよ、また。また何か、ポルターガイストか？角持ちはいない。よし。絶対ポルターガイストでしょ、あれ。だいぶなの？ここはなんか、あれなのかな？よいしょ。ゴミを処理する感じのところ？大丈夫みたいだけど。あそこに光があるよ。広いな、おい。それ最近ボスいないよね。あ、なんかある。コンテナをどかす？あ、コンテナ。これはダメなのね。これは使えないのね。なんかこれだけ広いとまたなんか、あれ動き出しそう。また現行？これ。現行だね。リボルバー発煙筒バッテリー。よし。現行ね。トーマス・ゼイン、最後のダイビング。心臓をえぐり出してなお、それは生きていた。心臓をえぐり出して。バーバラの声で甘く空虚な毒を吐き続けた。なるほど。全員はダイビングスーツを着込み、椅子に縛り付けていた縄を解いた。うん。腕の中で弱々しくのたうつそれを抱え、彼は桟橋へ、そしてその先に広がる果てしない水底へと踏み出した。水底へと踏み出した。じゃあやっぱりバーバラの顔をかぶったその闇の存在と一緒に行ってしまったということなんですね。その湖に閉じ込めたってことですね。一緒にダイビングスーツを着込んだってところがまたいいけど、そこから先何をするつもりだったんでしょうね。また浮上するつもりだったんですかね。また A が小さいこと。またよし。あ、それでそれが使えるようになるのね。またボロッチー発電機出すことは、まあ、ちょっと眩しい眩しい眩しい。それで、おなじみの展開で敵が出てくるという。おお、大丈夫ですか。なんかキラキラ光ってなかった今。あ、それはただの電流ってこと。こういうところに何かある。何もないようだ。
また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 。そうだよね。何が来るというんだね。今度は。今度は何が来るというんだね。また、絶対それだよね。はいはい。お疲れさーん。ふぅー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 投げまくる？あれをどうにかしないといけないの？あれ闇効かないのかな？拾いよ。マジかーい！まずいか？まずいか？大丈夫か？オッケー。え、次は？あのトラクターをなんとかしたいけど。あそこでハマってんだけど。おお。お、消えた。さすが先行手榴弾。よかったーと思いきやの、まず安全を確認したいけど、こいつ一匹しかいないのかな。よいしょ、よいしょ。いない？あの、でかいのさえ壊しちゃえばね、まあなんとかなると思うんですよ。さーて、ボタンを押す。使う。なんかね、走ってる音聞こえない？パタ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 。すごいなぁ。どっち行くのこれ。あ、ここから先に行けって？もうちょっとで、もうちょっとで見えるんだけど、まだ行けない？はいはいはい、行きます行きます行きます。はいはいはーい。先行手榴弾のおかげで助かったな。テイクを何回も繰り返さなくて済んだようだ。特にアイテムはなさそうだよね。あん、黄色いマークとかもないもんね。よし、じゃあ行こう。乗る。乗ってきまーす。行ってきまーす。運転がすごいね。なんかあの運転席見てください。この腕のカクカク具合カク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 笑っちゃいけないのか。あれあれってさ、廃校の入り口じゃないの？違うのかな。さーて、あ、なんかアイテムあるよ。よいしょ。のんびり降りるね。また開ける。リボルバーの弾、リチウムバッテリー。はい、オッケー。よし、これ左にも行けるけどさ、これなんか疲れた部屋でバリーには大見えを切ってみせたが、はいはい、実際のところは俺は頼りない夢の筋書きを辿っているだけだった。頼りない夢の筋書き。抜けて湖へ向かい、お、あった。古びた子供のおもちゃで魔法のスイッチを入れ、ホラー小説にハッピーエンドを書き込まなくてはならなかった。なるほどね。そして闇の底に囚われたアリスを救い出すのだ。ハッピーエンド書いて万事解決なの？そんな簡単に終わるのかね。よし、フォローって書いてあるよ。よし、これは上に行けばいいのか下に行けばいいのか微妙に入れない感じ、微妙に入れない感じだね。まあ上に行けってことでしょうね、単純に。チェックポイント、フォロー。シンシアウィーバーのおばちゃんはこんなところにも書いてくれてるんですね、ちゃんと。これは何、これリボルバーの弾いっぱい。押す。押す。A を連打するのかな、これは。はい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 。まだ押さなきゃダメなの？すごいね、頑張ってるね。別にこんな押す必要はなかったんじゃないの？
ここ、なんかこんなに板一枚蹴って壊せそうな感じだけど。健康とかないの？大丈夫？だいぶそうだね。またあそこに青い光ってるものがあって、ライトがあるってことは、戦闘の準備しろってことですね、多分ね。オンにする。ポンプアクションショットガンに切り替える。はい。ショットガン先行手榴弾。いっぱいアイテムあるね。よし。電力会社の備品をフル活用して。これでいいのかな？あ、また？オンにする。一定時間経つと切れちゃうってことね。こっから出てくるのか？ここにも特に何もないと。何もないですね。よし、今16分。もうちょっと頑張ってきまーす。彼女は返さない。はい、来たよ、来たよ、来たよ。おーっと。ちょっと感じ。何ですか、一体。ライトをオンにする。とりあえずライト。どこ俺のライト。ライトオンにする。すごい。あれ、何すればいいの俺。あ、来た。また肝心な時にオンになってなさい、あなた。ためらってる。よいしょ。ちょっと一回、このライトをオンにする。はい。あんた遅いよ、ちょっと。ライト切れる前に来てよ、ちょっと。オンにする。ライト、ちょっと手伝って。オッケー、早い。ショットガン3発目 ?4 発目 ?5 発目どんだけ勝てんのよ、お前。なんかあるな。リボルバーの弾。リボルバー使ってこうか、じゃあ。さーて、まだまだいっぱい出てくる。なんか古い街並みですね、また。コーヒーポット、リボルバーを取る。ショットガンに切り替える。ショットガンに切り替えどうするの今。ポンプアクションに変えたばっかりやん。音楽がすごいな。終焉が近づいてきたぞ。多分。ちょっと待って、なに。何どうすればいいの俺は。ちょっと。発煙筒。うわ、いっぱいいる。ちょっと待って。よいしょ。ちょっと待ってね。先行手榴弾に変えて。よいしょ。それ強いやつから。オッケー。はい。自分のダメージは全くないってとこがいいね。よし。はい。後ろはいない？いないね。バッテリーセット。早く。よし。タフやのー。君。何。次は何なの次は。見るって何？使う。ちょっと待って。アップデー、びっくりした。ちょっとまだ生きてんのかあんた。よし、とりあえずこれで距離取って。タフすぎる、あんたらタフすぎるわ。よし。危ない。ちょっと近づくなっつうの。よし。オッケー。武器をリロード。はい。使う。氷を上げるって、これもう手遅れやん、こんなの。これ手遅れってことだよね。もう今更使ってもって。もったいないことしたな。これを押す。またこれか。アクション要素満載やね。戦闘が続いて疲れるね、結構。はい。
ちょっと調べてった方がいいかな、もうちょっと。あとでアイテムないない騒ぐよりちょっと調べてった方がいいような気がするけど、もう、でもそっち側見たもんね。コーヒーポットとかあるだけかな。そっちにもないのかな。あの変な井戸みたいなのは見てないぞ、俺。随分高いね。特に何もない。ないみたいだ。あそこにもないよね。キラキラしてるの。オッケー、行きます。行きまーす。先に進みまーす。あら。よいしょ。原稿がある。はい。読みます。闇の底。想像をはるかに超えた場所だった。はいはい。定まった形状を持たず、あらゆるものが流れている。あらゆるものが流れている。的であり主観的だった。そこでは物語が手に取るように感じられた。うん。言葉や構想があたりを漂い、今にも現実になろうとしていた。なるほど。概念的な空間ってことね。闇。闇自体が。なに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 。モンスターの音がしたぞ今。なになになに。どこ。どこよ。今の。今の何ですか？どうしたと言うんだね。またもうやめてよね、本当に。はい、押します、押します。押します、押します。頑張って押します。はい。転がっていった。向こうに行けって言ってますね。行った！ナイスショット！とりあえず、回復で一回出る。これ来いよ。倒さないとまた出てくんだろ、どうせ。ほら、もう2回目は驚かねえっちゅうの。よし、このままでは勝てそう。よし、 OK、 OK っぽそうですね。じゃあ行きまーす。遠くにミラー峠が見えた。ミラー峠。トロンレイクのある場所だ。なるほど。ちょっと待って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 。カラスがすげえぞ。さーて、ここには何があるのかな。特にコーヒーポットみたいのがある様子はない。あった。フレアガン。フレアガン弾入るね。よし。フレアガンの弾薬を取る。オッケー。ずいぶん充実してきたね、武器が。これはこっちに行けってことか。え、なにこれ。え、あ、あ、あ、これ、これね、ブレーキを離す。また来んだろうな。ちょっとフレアガンの準備だな、これは。大丈夫なのか、こんなボロ車を信用して。大丈夫なのか。またシャーシャー言い始めたよ。ほら来た。おっほー。どこ。よいしょ。あら、大丈夫なのかな。さて、よし、回復終了。さあどうする。さあ何が来るんだ。なんか光ってるぞあそこで。なんだこれ。ショットガンはあるけど、サブマシンガンとかはないってことね。まあそうですよね。アメリカはね、ショットガンが一番簡単に買えるんですよ。ほんと。身分証必要なのかな？わかんないけど。ショットガンとか本当に狩猟用のショットガンとか誰でも買えますね。18歳以上だったら。多分私は買えないと思いますけど。おー、なんだ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 。まずいのかこれは。まずそうだ。どうだどうだどうだ。
だけどね、サブマシンガンとかは買えないんですよ。フルオートマチックの、オートマチックのやつはね、武器は一切買えないのかな、多分買えないですね。セミオートマチックしか買えないので、だからこの世界には、アサルトライフルとか一切ないと。アサルトライフルは買えるものもあるんですが、全部セミオートマチック仕様になってますね。スカーとか全部 AK とかも多分買えると思いますけど、どっかしらでは全部セミオートマチックですね。大丈夫か？あれ？ちょっと待って、怖いな。よいしょ。ここに登って向こう行って、多分あれだったんでしょうね。これ上に行けってことだったのかな？よいしょ。コールドロンレイ、こっちも見た方が良さそう。特に何もないな。これそっち行っちゃったからってことか。了解了解。一応弾とか手に入ったしね。また来んのか。また来たぞ。またダメージ食らっちゃったよ。もう押す。もうこれ長いね、これまた。これ上に普通にさ乗って向こう側に行けばよかったんじゃないの。あ、ここ飛ばないとダメって？よいしょ。オッケー。おっと？おっと？ここはダメっぽそう。こっち、なに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 、何の音だ今のは。何が来たと言うんだね。何なんだよもう。何なの今の音響効果は。見えない敵に反応した。いや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 、こいつらか。また。またこいつらか。挟まれたぞ。いったー、もうちょっと、よいしょ。オッケー。ちょっとこれどんどん使っていかないとダメってことか。行った方がいいのかな、先に。またね、倒すのとかをめんどくさがるといいことないと思うんですよ、私は。うわ、なんかすごいんだけど。え、なに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 、敵の姿が見えないんだけど、なんなの、またカラス。敵の姿がないのに変に音響効果を入れるのはやめてくれ。あ、いた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 。ちょっとこれは取っといた方が良かったか。いるな。そっちにもいるのか。この野郎。オッケーオッケー。おら、よし。ふう、戦闘多いな、ほんとに。どんだけ戦闘させんだよ。ちょっと安全地帯に逃げ込みましょう。ここには何もない。あ、あった。この家の中に赤いこんな入れ物があるの？もう何を取ったのかもよくわかんないっていうね。連打しちゃって何を取ったのかわかんない。もうこっちに行けってことですね。また来るな、これ多分。もう鳥が嫌ですね。鳥が厄介すぎるわ。リボルバーを取る。弾薬は OK ね。OK、OK。またか。またお前らか。ちょ、そろそろ30分になるんで、今回は、この辺りで失礼いたします。
なかなか面白いですね。ということでまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。